森の神、夢の旧作。森の神様が砂原を旅する人々のために木や竹を生やして真っ青に茂りました。その真ん中に清い泉を沸かして乾いた人々に飲ましてやりました。すると大勢の人がやってきて、木の下へ家を建て並べて森の周りに柵をして、中へ休みに入る人からお金を取りました。水を飲む人からはその上にまたお金を取りました。森の神様はこんな意地の悪い人々を憎んで、森を枯らして泉を枯らしてしまいました。旅人からお金を取った人々は大層困って、なんという意地の悪い神様だろうと、森の神様を恨みました。森の神様は言いました。私はお前たちのためにこの森をこしらえたのではない。旅人のためにこしらえたのだ。